ジェームズ・ジョゼフ・ヒッキーは、アメリカ合衆国入りのイシューシカゴ出身の元プロ、野球選手、野球指導者、ウトを右ミギ現在は、MLB のワシントン・ナショナルズの投資コーチを務める。シカゴのケネディ高等学校を卒業後、テキサス大学パンアメリカン校に入学し、1983年には、大学代表チームに選ばれた。19先発で16勝2敗で、 防御率1.66を記録し、チームの64勝という学校記録にも大きく貢献した。4年時の16勝は NCWA 野球で最多勝ちだった。19先発で16関東を記録し、これはその当時の NCWA 野球で歴代3位の記録で、現在も4位の記録である。大学在学中はファイシグマカッパのフラタニティの一員だった。 1983年の MLB ドラフト13巡目でシカゴホワイトソックスから指名されプロ入り。1984年は自身最高のシーズンで A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズでリリーフとして13勝5敗で防御率1.81を記録しチームはミッドウェストリーグで優勝を果たした。 1983年から1987年までホワイトソックス参加でプレーを続けた。1988年にはロサンゼルスドジャース参加の AA 級サンアントニオミッションズでプレーした。1989年はヒューストンアストロズ参加の AA 級コロンバスマドキャッツでプレーした。現役時代にメジャー経験はなく1989年に引退した。 引退後は1996年よりヒューストンアストロズ参加のマイナーで投手コーチとなった。2004年7月14日からはメジャーで同職となり2006年まで務めた。タンパベイレーズでのコーチ時代2007年からはタンパベイデビルレーズの投手コーチに就任し、デビッド・プライス、ジェレミー・ヘリクソン、アレックス・カップ、クリス・アーチャーらを育てた。 2017年のレギュラーシーズン終了後に退団した。2018年はシカゴカブスの投資コーチに就任したが1年限りで退任した。2020年10月にはシントンナショナルズの投資コーチに就任することが発表された。ありがとうございます。